岡山郵便局は、日本郵便が2017年5月22日に、岡山県総社市ながらの岡山総社インターチェンジ、流通センター内に開局した、一般客向け窓口、ATM を持たない、タイプの郵便局である。住所、岡山県総社市ながら114のに岡山県、広島県東部内の郵便番号には主に、 岡山県東部を対象とする 70X4X と主に岡山県西部を対象とする 71X4X と主に広島県東部を対象とする 72X4X という3つの大きな括りが存在し70のエリアは岡山中央郵便局が71のエリアは倉敷郵便局片島分室が 72のエリアは福山、東郵便局が、それぞれ地域区分局として、管内の郵便物等の取りまとめ、対外発送を請け負っていたが、これを集約し、岡山県、広島県東部内の郵便、郵パックの区分を行う、地域区分専用局として新設されるものである。一般客向けの窓口などは、悠々窓口も含め開設されない。これに伴い、 倉敷郵便局片島分室は当局に移管される形で廃止された。開設当初は倉敷郵便局の地域区分業務が移管され、岡山中央郵便局の地域区分業務は2017年8月28日に、福山東郵便局の地域区分業務は2017年9月17日に、それぞれ移管された。ありがとうございます。